こんばんは、夏男です。今日はあるものをちょっと買ったので、開封動画ということにしたいと思います。こっち、はい。買ったものはこちら。でね。まあ知ってる人は知ってる。あんまりこの動画では初めてご紹介するブランドなので、早速中を開けてみましょう。ここはちょっと後ろ置いておきますよ。トリセツ、ここ少々ですね。各国の言葉で書いてあります。あ、日本語ですね。ちょっと字体がなんかちょっと独特な感じですけど、いろんな説明がですね、書いてあります。使用方法、お手入れで書いてあるんですね。わかりやすいですね。一番後ろが、まあ、保証書になってます。それで緊張しますね。僕もまだ中見てないんですね。どんなふうになってるか楽しみです。開けます。で、なんかここに曲つけたいですね。曲つけたいですけど、なんかいい曲あるでしょうか。なんかいい曲あるでしょうか。ででどうですか。わかんないね。これちょっと早速出してみますね。ピントがおかしい。こういうものです。万年筆なんですね。ベリカン。まあ、根元に EF って書いてあるのが分かりますかね。EF って書いてありますね。これ、エクストラファインって言ってですね、まあ、細字の、まあ、さらに極細なんて言われますけど、細い字っていうんですね。太い方から、まあ、BB、B。M、F、EF ですから、まあ、細いペンですね。ピントが合うかな。なかなか見る機会がないんじゃないでしょうか。こんな感じになってます。これは名前言うの忘れてましたけど、 M200 というタイプのですね、万年筆になります。で、透明な軸、デモンストレーターという、中がですね、構造が丸見えになってます。どういう部品がどういうふうに動くというのが見える。まあ本当に言うと販売促進用のもので最初は開発されたようなんですけど、人気が出たんでですね、大量生産すると、これは限定品で作ると、そういうことになったみたいです。まあインクを、ここのピストン、この注射器みたいなところですね、あれをこう回していくんですね。逆。わかりますかね。ここに螺旋がゾゾゾゾと動いて、まあ、インクを吸い込むと。で、まあ書いていくと。ちょっと入ってないんですね。入ると、まあ、いろんな色のついたインクを入れるとですね、中見えて綺麗なんじゃないかと思います。大きさなんですけど、
みんなが知ってるものの大きさっていうのがね、あればいいんですけど、適当な定規、これがそうか、これますかね、この1対100、一番上のメモリがですね、これセンチメートルですけど、こんな感じです。ここなんかペン先から尻尾までおよそ12センチ、12.5 ぐらいですね。書くときはこうやって書いたりもするので、こうするとまあ当たり前ですけど、重心が後ろにずれる、こうセンターが後ろにずれるんでですね、またちょっと書き方が変わっ、あの書き味が変わってきます。あ、光っちゃう。一番前を合わせてこの状態でですね、15センチ、ちょっと汚い指をつってますけど、15センチないぐらい、 14.5 ぐらいですね、長さになるようになってます。特別ですね、ペンについて語ること、僕は知識初めての、これ万年筆なんですよ。1000円とか安いペンは持ってったんですけど、こういう高級万年筆、まあこれ入門用というようなタイプではあるんですけど、新品を買うとですね、おおよそ1万いくらだったかな、定価がですね、税込み12,960円、それがだいたい1万、通販だと1万1000円するかしないかぐらいだと思うんですけどね、そのくらいのものですけど、ちょっともうちょっと安く手に入れることができました。こうインク入れないでこうやって回するだけで楽しいんですけどね。これペリカンっていう、まあ、ブランドなもんですから、これキャップですけど、わかりますかね。アップしましょうか。光ってみにくい。ここはですね、顔、くちばしの形になってですね、独特の、これメーカーによってブランドによってこう趣向が違うんですけど、さっき僕がベタベタ触っちゃったんでちょっと汚いですけど、で、転換、頭にはですね、ペリカンのこう、ピントが悪いな、ペリカンのマークがついてます。わかりますかね。子供はですね、まあ、面倒見てるお母さんというか、お父さんというか、親鳥が面倒見てるというか、昔はこれ子供が2羽いたんですけどね、今は1羽みたいですね。以上、万年筆、ペリカンのクラシック M200 デモンストレーターというこの透明軸のタイプのですね、ものを買ったという開封動画でした。次回は実際にこれにインクを入れてですね、まあ、どうやってインクを入れるのか、入れたらどうなるのかと、書くところまでいけたらいいんですけど、ちょっとそういう動画を作ってみたいと思います。ではそれじゃあバイバイ。